はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、生ビール、ハイネケンです。こちらは、まあ、久々にね、飲もうということでね。原材料は爆発ホップ。アルコール度数 5%。こちらは、製造が、キリンです。本製品は、オランダハイネケン社のライセンスにより、キリン麦酒株式会社が製造しております。後ろになんかいろいろ書いてありますが、まあいいや、これはなんかどうでもいい。前飲んだのがあれでしょ、バドワイザーでしょ。バドワイザーとね、具体的に何が違うのかということですね。後ろになんかいろいろ書いてあるんですよ、これ。スターマジック。レッドスター。それは古来の醸造所のシンボルです。4つの角は、4つの材料である、麦芽と水とホップとハイネケンオリジナル A イーストを表しています。中世の時代、5つ目の角は、知られざる醸造の魔法を表していましたが、もうハイネケンは魔法には頼りません。今日、5つ目の角は強いこだわりのあるクラフトマンシップを表します。ハイネケンはこれからも5つ格のスターを守り続けます。で、完璧。あ、これ、ハイネケンの方がうめえな。ハイネケンの方があれだ。バドワイザーよか。美味しいな。うん、美味しい。あの、風味というか、なんだろうな、甘みみたいのがあるね。あの、ビールの、麦の甘みみたいのが出てますね。これ美味しいですね。前は確か飲んだ時は、そんなにクソみたいなうまくはなかったと思うんだけど。なんか甘さあるな。甘さ苦くもないんだけど、若干苦いかな。それよりもやっぱ、あの甘さというか、甘さみたいなの感じますね。これ美味しいですね、普通にね。あら。なんかどうせまずいだろ、みたいな感じで。昔飲んだんだけど、こんなにうまかったかな。ハイネケンウィキペディア見ましょう。ハイネケンはオランダのビール醸造会社及びブランド名。オランダのビール。ハイネケンはいろいろあるみたいです。普通のこのグリーンボトル。で、他に、オールドブラウン 5.5% っていう、アルコール度数 5.5% の、ブラウンエール。グリーンボトルより苦味が強く、アルコール度数も高い。現在日本国内で販売しておらず、ヨーロッパおよびアメリカ全土で販売されている。で、他にも、ハイネケンダーク、6%。黒ビール。黒色で濃厚で少し甘い。で、ちなみに他にも、ハイネケンスペシャルダーク 7%。ハイネケンボック 6%。ハイネケンバクラー 0.5%。など、ビールテイスト飲料もありますね。0.5% のやつ。アルコール度数。はい。ちなみに今飲んでるのが、ハイネケンのグリーンボトルというやつ。1873年に誕生したラガービール。
緑色のボトルで長年世界中で愛飲されている、ギネスバドワイザーと並ぶ最も有名な銘柄の一つ。さっぱりしており、ホップがフルーティーでとても飲みやすい。香りがすごい、確かにフルーティーですね。なんかそのフルーティーさみたいなのが、その甘さ、フルーティーさがなんか甘さで、なんか感じられますね。これ美味しいですね。ただこれ値段が230円ぐらいしたんだけど。スーパーで230円ぐらいするからな。高い。まあ買わねえだろ。なるほどね。ハイネケン。まあ、バドワイザーに比べるとはるかにうまいということは分かりました。というよりも、バドワイザーがまずすぎるというか、薄い？なんか薄すぎるというか、そんな感じですね。ハイネケンは普通に美味しいです。あ、ちなみに瓶のやつも売ってたんですけど、瓶のやつの方が高かったんで買いませんでした。まあでも、まあうまいはうまいんだけど、まあうまいはうまいんだけど、値段がやっぱ高いからな。まあ、美味しいというのは分かりましたけどね。うまいのは分かるんだけど、まあ、値段が高いんで、まあ、買うことはないでしょうね。わざわざそこまで、値段出して買ってられないんで。これ買うんだったら普通にあれですよ。多分、これが売ってるとこだったら、だいたいキリンの、ハートランドビールも売ってるんで、同じ緑色のね、あのボトルですけど、瓶ね。あっちを買うでしょうね。まあ、ハートランドの方が明らかにうまいんで。まあ、こっちはちょっとあれですね。フルーティーさはあるのはわかりましたね。すごい。麦芽のフルーティーさで、そのフルーティーな甘さみたいなのあるね。そう、関係ない話だけど、今日ニコ生でなんか、なんだっけ、さ、札幌ビールのさ、千葉工場っていうのがあるんですよ。それのね、なんかね、番組みたいなのやってたんですけど、公式のね。でね、それ見たらね、加藤純一っていうあの人いるじゃないですか。あの人がね、すごいね、キリン、ね、札幌のさ、なんかビールを飲みながらさ、まあ、工場見学みたいな感じの番組だったんですけど、なんかさ、やっぱりうまいねみたいなさ、こびってるの、あれ、なんか、腹が立ちますね。なんか、ビールを三度継ぎみたいなのでさ、こうやってさ、一回目バーってやって、二回目ちょろちょろってやって、三回目ちょちょちょってやるやつがあるじゃん。その三度継ぎのやつと、まあ普通の缶でこのまま飲むので、ちょっと飲み比べてみてくださいって言って、で飲んだら、この缶のやつをまず飲んだんですよ。でもやっぱり美味しいとか言って、もうめちゃくちゃこびてんすよ。こびこび。ああいうさ、こびこびのさ、もうさ、もうなんか、やらせ感半端ないんですよ。やらせ感。で、うめえ、うめえ、とか言ってさ、やっぱり美味しい、とか言って。だからさ、俺そういうの大嫌いなんですよね。だから、好きな酒は好きだけど、まあ、例えばこれだったらもう、バシッとさ、こう、まずかったらもう、マジ叩き切るの。ね、もう、
全力で、ね、叩くんですよ。まずけや、もうまずいって。うん。まあ、よくある酒の動画とかでもよくありますけど、なんか、美味しいしか言わないようなやついるじゃん。うまいと言ってさ。面白くないっつうかさ。お前だって、うまいしか言わねえじゃん、お前って。お前らさ、うまいしか言わねえじゃん、お前ら。だから腹立つっすよね。やっぱまずい商品にはもう、うわ、これくそまずい、うわ、もう二度と買わねえとかさ。もうさ、吐き捨てるように俺は言うんですよね。まあ。うん。まあだからあれなのよ。企業懸案が来ない。まあ来ても大体あれだから。いや、来たことないけどさ。例えばさ、アサヒビールのさ、工場行ってさ、レポ、食レポお願いします、みたいな。言うじゃん。もう、まずかったらもう、あれだからね。普通に、ぶった切るからね。俺のスタイルはこういうスタイルなんで、大体、まずいと、うまいと、あと、クソまずいと、クソうまいしか言わないんで。でも、うまいと超うまいってしか言わないやついるじゃん。うまいか超うまいか。それしか言わないさ、YouTuber さ、多すぎるんだけど。すまんねえわ。マジで。だから俺基本酒の動画って見ないんですよ。酒動画みたいな。コクはそんなない。甘みがちょっとあるね。やっぱり。香りも、まあ、ありますね。やっぱフルーティーなこの香りが特徴でしょうね、これはね。まあ、ただ、値段的に考えてみると、まあ、これは買う価値ない。買う価値はないかなと。わざわざさ、これ、お前350の缶でさ、250円ぐらいすんね。240円ぐらいか。高すぎるわ。買わねえよ。2343です。ご視聴ありがとうございました。